こんにちは、縁語ろうチャンネルです。演歌歌手の岡みどりさんがダウンタウンナウに出演し、紅白出場の話やデビュー当時の話で盛り上がる中、親友に心の闇を暴露され話題になっています。ファンもあっと驚く心の闇とは、その内容をまとめてお伝えしていきます。演歌歌手の岡みどりさんが31日に放送されたフジテレビ系ダウンタウンナウの人気企画本音ではしご酒のコーナーにゲスト出演。ダウンタウン坂上忍とともに東京浜松町のお店をはしごしました。2017年から3年連続で NHK 紅白歌合戦に出場している大注目の若手女性演歌歌手岡みどりさん。岡さんは紅白出場3年目にして知ったあることを告白し、その場を驚かせます。昨年の紅白で審査員の上沼恵美子さんにいつもお世話になっていたため、菓子折りを持って出番前にご挨拶に向かった時のこと。突然スタッフに立ちふさがられて止められたそうです。話を聞くと、審査員の方には出場者は挨拶に行ってはいけないルールなんだとか。話だけ聞けば当然の内容だと思いますが、最近の紅白なだけにちょっと違和感がありますよね。勝負事にもなっていないように感じますし、硬いところは硬いということでしょうか。また番組の打ち上げに関する話で、五木ひろしさんが演歌歌手を集めて一人ずつ挨拶をしてもらうとのことで、他の方が話していると五木さんが話が長いと突っ込まれるエピソードを披露。浜田さんが五木ひろしも長いけどなぁとつぶやき、松本さんがノリで岡さんもそう思うでしょと尋ねると、岡さんも笑いを理解しており、そうですねちょっとと返し爆笑が起こります。同じく紅白出場経験のあるダウンタウンからは、紅白にまつわる腑に落ちないことがあるそうで、初登場の歌手は面接があるとのこと。そこでの上からの物言いが気に入らないとか。浜田さんが、普段は紅白出場ありがとうございますじゃないですか、でもねあの人らはこう言うんですよ、紅白出場おめでとうございますってね。すると松本さんと一緒に、なんやおらーと不満爆発。そのまま岡さんに、そう思いますよねと話し、岡さんは困り顔でした。アイドルから転身して21歳で演歌歌手デビューした岡さんは、かなりの苦労を経験してきました。彼女の演歌歌手らしからぬ衝撃的な衣装が紹介されると、彼女は恥ずかしさのあまり手で顔を覆いました。それもそのはずで、演歌歌手としてデビューしたにもかかわらず、ミニスカートを履かされ演歌を歌わされることに。注目を浴びるため
認知度を上げ歌手として売るためというのはよくわかりますが、卑しさが見え隠れするのは良くないかと思います。そのミニスカート姿を見た岡さんのおばあさまは涙したと言います。デビュー曲がおけさ渡り鳥と岡さんが説明すると、ダウンタウンからはミニスカート関係ないやん、おけさ感も渡り鳥感もないやんと突っ込まれていました。確かにその感じはないですよね。そんな苦労人の彼女ですが、関係者からあることが暴露されてしまいました。暴露した親友によると、岡さんは整形をしている人の顔を見るのが大好きで、整形している人を一瞬で見抜くことができるそうです。それを聞いた彼女は慌てるも、ビフォーアフターの番組を見ているうちに見抜けるようになったと語ります。そして整形を見抜くコツは笑い方にあるそうで、楽しそうに笑う場面でも顔全体の表情は変えず、口元だけが笑っている人は整形と判断できると披露しますが、その時の岡さんの表情に男性陣は悪い顔と驚き、浜田さんに思わず突っ込まれます。その他にもコンサートの握手会などでおじさまファンたちからたくさんのプレゼントをいただくとのこと、その中にはお見合いの写真が入っていたり、おじさんの全裸の写真なども入っていたりするそうです。そんな中、またまた親友が暴露し、岡さんはもらったプレゼントの値段を確認するんだとか。ただ岡さん曰く、マネージャー捨てで300万円の壺をいただいたそうで、帰りの新幹線などで眠気を振り払いつつ大事に抱えてその壺を家に持ち帰り、たまたま値段を調べたところ、実は6万円だったことが発覚し、がっかりされたんだとか。確かに高価なものは値段が気になり調べてしまうかもしれませんね。そして6万と聞けばがっかりもしてしまうかもしれません。演歌歌手ならではのおひねりの事情なども明らかにされ、以前にも岡さんはお話しされていましたが、おひねりを胸元に入れてもらえるのが女性演歌歌手の通例らしいのですが、酔っ払った方などおひねりを入れる際に胸を触ってくるんだとか。ウイカさんはどついたれそんなやつと叫ぶも、岡さんは歌唱中の出来事で歌を止めて叫ぶわけにもいかず、うやむやになってしまうとのことです。話を聞いているとさすがにひどいですよね。ただ最近のセクハラ、パワハラと騒がれる世の中で、そういった風習を今後どうしていくかを考えないといけないなとも感じました。ここ最近バラエティ番組の出演が増え、ノリに乗っている岡みどりさん、新曲後藤恋椿も発売され、今年もこの勢いで紅白出場を目指し頑張ってもらいたいですね。いかがでしたでしょうか。岡みどりさんの出演見ました、面白かったと感じましたら、高評価、
グッド評価で応援してください。ご視聴ありがとうございました。